Xperia XZ1 SOV36 の新機能 3D 撮影は、誰でも簡単に360度スキャンによる 3D 撮影が可能です。スキャンするのに適した対象物は手触りが粗く固形であるものが適しています。 3D 撮影する際は静止してスキャンします。メガネなどの透明なものやポニーテールなど物体から離れているもの、グラスなどの穴の開いたものは 3D 撮影に適していません。ヘルプとヒントから注意事項を確認できます。それでは実際に撮影してみましょう。ホーム画面を右に2回スライドし、 3D クリエイターをタップします。画面右下の 3D をタップします。スキャンするものを選びます。チュートリアルに従って撮影を行います。スキャンしたものはここに表示されます。編集アイコンをタップすると、色味の調節やトリミングなど造形物の編集ができます。共有をタップすると、造形物をさまざまな場面で活用することができます。 3D 撮影した動画を仲間と共有して、新たなコミュニケーションをお楽しみください。